みんなね、車椅子に搭載っていうお話もあるんですけど、これをね、そうだ、あまりにも120センチあるもんですから、はあ、1メートル20だと人に当たっちゃったりとか、そうだね、こうやってもね、こうやってもね、横幅でバーンって当たっちゃうね、まあ大した段差じゃないですけど、まあ、こう上がれないよね。あ、これはもう絶対いるわ。よかった、持ってきて。慣れた人の。上も大丈夫だと思います。よし、行ってみましょう。はい、押します。はい、押します。話します。はい。いやー、電動でこれがなかったら大変ですね。そうですね。よし。どうしよう。お邪魔します。はい、どうも。ここに入れるか。そっち入る。そう。入らないね。入らない。我々の車庫入れより難しそうだね。このくらいできません？うん、ダメだね。かかってます。幅引っかかってます。これが、あ、どうしてもビール飲みとけばいい。持ち込み自由に。まあ一応置いてあるよ、今日。あ、ビール置いてあるの？置いてあるよ。あ、でもハイボールで。ハイボール。はい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 。じゃあだ。はい、一応乾杯。乾杯。はい。到着です。はい。ありがとうございます。ここでいいんですか？あ、飲めてる？飲めてる？ちゃんと。ここでいいんですか？ちょっと。飲めました。はい。ちょっと心配だな、俺もこれ。こんなケア、大人のケアなんてしたことねえのにさ。払ってほしいなんですよ。あ、そしたらね、もうちょっと、もう一回、もうちょっと上から入れて。あ、そうそう。そうそうそう。そうですね。いや、佐久間さん、これ勉強になるよ。勉強になるね。だって、将来やってもらうんだから。そうそう。鶴ちゃんのカフェでさ、いずれこうやってお世話する人が増えてくるよ。あ、勉強。あ、そうだよ。これね、すごい理にかなってる話があって。ワイングラス、ワイングラスね、どこの、なんですかね、レストランでほとんどが使ってると思うんですけど、うん、リーデルっていうオーストリアかなんかのメーカーがあるんですよ、うん、でそれは多分今のほとんどのなんだろう、レストランで使ってると思うんですけど、それ今ホームページにあるかどうかわかんないんですけどね、うん、その人はなんでいろんなグラスを作ったかっていうと、まあ、単純に今みたいに下を向いちゃうと誤嚥になる。ああ、そっかそっか。下向くとかえって上の方がいいんだ。そうなんです。そうすると赤ワイン用とか白ワイン用って形違うじゃないですか、ね、でも必ず水平のティッシュ製みたいなやつは口に入ってくるから角度が1度か2度ぐらいなんですよね。だからスーッと入ってくるんですよ。なるほど。で、あとは丸く膨らんでたりするのは、うん、赤ワインだと香り、香りとかね、と鼻にこうふわっと入ってくる。それをやったのがリーデルっていう。あ、質問なんですけど、やっぱりこのチューブで飲むよりはグラスで飲んだ方がうまいですよね。うまいです、ね、ストローで飲むと酔っ払います。シュッて入るんですよね。そうそう、飲む量が多いから。ストローで飲むと酔っ払う。酔っ払うんだよ。だからそう、その気遣いのこの月島の生活をね、もう来た時にすぐ教えてくれた。そういうことです、ね、後ろ通りますよって、うん、ね、ちょっと皆さんがそういうふうに迎えていただいて、ね、ありがたいですね。ね、だからその生活感覚っていうのがやっぱりまだ残ってるんですね、うん、これ絶対残したいですよね。そうですね、うんうん、緑色のこう巾着みたいなのあった。あった、ありました。これそうです、白衣さんの。いかにもさ、酒場放浪記って感じじゃないか。でそれ開けていただくと、前三章持ってる人なんかいないね。前三章はいないね。で果たしてあと少しだったので、あ、あ、ちなみに三章、学校がね、第三章。三章ですよね。三章が小粒で、あ、ブレンド三章。なんかこれに変わっちゃったんですね。じゃあこれ、これはもう、これちょっとかけていきます。確かに、色からも。この時間だったら少し行ってても大丈夫。あ、大丈夫よ。大丈夫？まだ大丈夫。まだ大丈夫。はい、ありがとうございます。暑いですか？
あ、全然全然。どう味は。うまい。よく煮えてます。よく煮えてんの。後ろ通りますよ、佐久間さん。はい、大丈夫。大丈夫ですか。来たんだ。どうでしょう、こんにゃくどうでしょうか。まだ入っておきます。はい。はい。じゃあ、こんにゃく。はい。こんにゃくいきます。どうでしょうか。うん、あ、染みてます。心に染みます。いやでもいいとこ選んでくれたね、佐久間さんね。最高だね。ここしか知らないんでしょ。なことない。他知らないんじゃないの。そんなことない。このさ、この路地を昔もっと楽しんでたんだよね。でこれでおチョコをここにあるアタッチメントを作ってもらった。で食い飲みやって、ね、これでこうやろうと思った。うん、で2杯飲んで、うん、3杯目から手が震えてて、アタッチメント作ったのよ、さみんなボトボトボトザー。最初は大丈夫なの。2杯だけ OK。 ああじゃあさ、健康にいいかもね。でいやどうですかね、はい、ペース行ってくださいね、早いとか遅いとか、はい、ありがとうございます。だってあれさ、毎日酒飲めないでしょ。ヘルパーが見てるから、まあ、そうですね。あの知り合いが来た時に知り合いのほしいね。いやでも余計貴重でうまいね、酒がね、うん、これ飲みたくて飲みたくてね。だから禁じられてるものって美味しいんだよね。そうなんですよ ね、うん、いや人間の煩悩ってそんなもんかもしれないね。そう、明日も行きたいって思いますね。思うよね。誰か誘い込まないといけないね。こうやってあの素晴らしい方々が誘っていただけるんで、うん、そうそうそう。いやでもそれはいいかもしれない。こういう展開になるとは思ってなかった。思ってなかったね。ほとんど何も考えてなかった。いやもう確かないと思って。やっぱりさ、ディーゼルの話もさ、そういうとこから来ると最高だね。そうでしょう、ね、ここと全然違うんだけど、モマの話。何ですかモマの話。そうですね、ニューヨークの近代美術館ね。現代美術館、ね、すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。うん、ありがとう。なんか飲みやろうな。早すぎる。全然早いとか。久しぶりにね、僕は緊張カトリのね、この匂い嗅いで。緊張の夏って感じ。緊張って美空ひばり？はじめはね。はじめ。その後もっと若いのが入ったよね。そうですよね、うん、そっか。石川さゆりかなんかもありましたっけ。あったね、石川さゆり、ね、ですか、うん、あ石川さゆりっていい女だよね。はい、これは